ちゃ。こんにちは。いはい、豊さん、はい、今日はパリーグだけの振り返りをしましょう。はい、そうまあ3連戦のね、はい、ちょっとイレギュラーが出て、土曜日からな始まった、うん、でセリーグは金土日ってやったんだけどさ、はい、まあ、パリーグの方は土日月だから、はい、まあ、今日振り返りになったけどもね。そうですね、はい、スケジュールが1日ずれてる関係で、そう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 、連日、はい、パリーグだけセリーグだけというような感じになってますが、はい、ね、うん、はい、またこれセリーグと同様で、うん、だいぶ入れ替わったねみたいなっていう。本当だ本当だ、動きありましたね。わかったね。驚きのね展開にはなってきてるけどね。はい、ということで早速見ていきましょう。はい、ということでこうなりました。はい、まず、はい、西武、日本ハム、西武が2勝1敗で勝ち越し、ね、はい、楽天、オリックスは楽天が2勝1敗で勝ち越し、はい、ロッテ、ソフトバンクは1勝1敗ずつ。そうだね、雨で1試合流れたからね。はい、はい、で、日本ハムね、はい、7連勝だったんだけども。そうです ね、連勝が止まり、うん、連勝が止まり、その後にちょっと心配なニュース、コロナが出てしまいました。まあ、出たね。まず最初に伝えとこうか。じゃあ、まあ、監督もね、ビッグボスもコロナになったりだとか、ね、結構首脳陣とかに出てんだよね。そうですね、林ヘッドコーチや、うん、まあ、金子もそうでしょ。うん、あ、そうです、そうです、ね、武田投手コーチ、そうそうそう、まあ、コーチ陣が出てるから、これはまた2軍からね呼んで、でやらなきゃいけないけど、まあ、これからが大変だけども、まあ、振り返りだからさ、ちょっと待って。で、日本ハム、絶好調で札幌ドームに帰ってきて、はい、ね、噂が高橋、はい、コーナー、うん、第一戦目、はい、エース同士の投げ合い、はい、1対0、うん、ね、素晴らしい投手戦の中、はい、決めたのが4番の野村というね、うん、まあ終盤に打たれるんだけどもさ、はい、高橋コーナーも、はい、その日2打数2安打だったのかな、うん、高橋コーナーから野村が、はい、だからそこら辺避ければいいのになと思ってたんだけど、勝負に行って、うん、それも甘いスライダーかなんかを打たれて、うん、まあ、1対0のね、うん、ゲームで、西武が負けるんだけどもね、はい、でもまあ日本ハムは連勝を伸ばしたという、うん、ただその試合の中で、はい、噂が7回かな、うん、足に打球を直撃するんだよね。そうですね、7回ですね。そうだよね。でその後精密検査で骨折ということで、うん、骨折になるとは思ってなかったのが、はい、次の8回もマウンド行ったんだよね、うん、うん、で、あの骨折したことあるでしょ、足ちょっと前歩けなくなるよね。直後って意外に動けてたりするんですよ。で、しばらくすると動けなくなるよね。動けなく、立てなくなったりしますね。そうだよね。いや、だから噂が8回まで行ったんで、はい、8回マウンド行ったんで、あ、これ大丈夫かなと思ったんだけど、うん、やっぱこう、精密検査の中で、うん、骨折ということが分かり、はい、ちょっと離脱というね。後に少し投げたのが影響しなければよかったりしますけど、まあ、 そうだね、まあ精神面が強いということでしょうかね。まあそうかね、うんうん、まあエースのねプライドというか、はい、そういうこともあった。はい、2戦目、伊藤と平井、はい、伊藤がいいピッチングしてたんだよね、うん、でもね6回に一気に崩れるんだよ。で、平井はこう粘って粘ってね、うん、なんていうの、点を与えないようにしてたんだけど、はい、まあ、伊藤が、まあ、3回り目かなぐらいにやっぱこう捕まるというね、うん、だから伊藤を見てると、今年の伊藤を見てると一気に崩れる時があるよね。うん、だからここら辺がやっぱりもう少し経験がいるのと、うん、もう少し慎重さが欲しいなっていうね、うん、まあそういうことが感じられる。少しこう波がある感じですかね。ちょっと波があるね。完封して完投してっていう時にはすごく、うん、まあそうだね、良、うんうん、かったりっていうのがあるので、そうそう、まあでもこの試合で、はい、まあ、平井を援護したのがジャンセンと川越、うんうん、ね、ジャンセンの犠牲フライ、川越の2点タイムリーツーベースみたいな、はい、まあそういうので、援護してね、うんうん、まあ川越がすごく良くなってきてるね。うん、打席で星雲とかさ
ね、いろいろあの結構面白い曲流してくれるんだよね。北の国からのテーマとかもありましたよね。なんか北海道出身だからね。ちょっと楽しみにしてたり、ね、楽しみだよね。ほのぼのしますね。そうそうそう。で3戦目が池田と与座。まあ与座も打たれながらなんだけども、うん、まあ要所要所を締め、うん、で池田は前回の登板すごく良かったんだけども、うん、まあちょっと打ち込まれたというね、うん、ただ6安打しか打たれてないのに、はい、まあ負けるという。で日本ハムは12安打打ってんのに繋がらないというね。逆にこの試合5対1で日本ハム負けてますけど、そうなんだよ、12安打打って1点しか入らないというのは、逆にどんな風な残塁だったりとか、まあタイムリーが出ないんだろうね。でランナーはにぎわすけど、ここ1本が出ないというね、にしても1点っていうのはすごく、まあまあそうだ ね、 ね。でもその5点取ってる西武は6本しかヒット打ってないんだよね。だからいかに有効だか、うん、あるかどうか。あと日本ハムが2つエラーがあるので、うん、あ、まあ、まあそういうところもあるよね。タイムリーに働いたのかなっていうところですか。そうだね、うん、それとやっぱりその試合で川端と愛と、はい、鈴木翔平とかやる若手が頑張るよね。うん、若手が頑張って、まあ、勝ちをこうもぎ取ってくるという、うんうんうん、非常にあの西武の投手陣もさることながら、はい、やっぱ若手が、まあ、昨年経験しただけに、うん、しっかりした仕事をし始めてきてるよね、うんうんうん、川端にしたって愛斗にしたって、はい、まあ、鈴木にしたってそうだよね、うんうん、だから非常にこの2勝1敗というのは収穫のあったね3連戦。はい、ただ日本ハムにとっては非常になんかこう連敗は止まるし噂は骨折するしみたいな、うん、はい、で加藤のコロナは分かるしみたいなね、はい、でビッグボスはその後、離脱していかなきゃいけないというね、うん、コロナで非常になんかまあこう大変な3連戦だったね。そうですね、はい、この後もちょっと心配ですが。そうだね、うん、はい、ということで楽天対オリックス、はい、ね、まあ、1戦目田中真君と山本久しぶりに投げ合いしたけども、うん、はい、まあ、結果から言うとマー君が勝ったと、うん、7回3安打、はい、ね、一方山本は浅村にスリーランなど浴びて、うん、沈没したという、はい、まあ、そのままそのマー君が7回 まで投げて、まあ、押し切ったんだけどさ、うん、はい、やっぱなんかこう山本が負けると結構衝撃だね。それとその浅村が打ったボールっていうのは、うん、外いっぱいのボールなんだけど、うん、ちょっと高いだけなんだよね。やっぱ浅村っていいバッターだなあれは反対方向に持っていけるんだから、だからまあ山本もまあ早々に降りたけどね、はい、次の登板を考えてね、うん、まあだけどちょっとまあマー君もあの連敗中だったし、うん、まあ、これでね山本相手に止められたということは、はい、まあすごくまあ自信は持ってるだろうけど、うん、気分よく次に迎えるかなっていうね、うん、まあ一つの巧妙ができたよね、まあ、で田中投手の流れが変わってくるような、うん、まあそうだね、ですかね、うん、はい、だから山本がちょっと負けたのはね、うん、ちょっとショックだけども、うんうんうん、だけどまあまあこれ負け越してるからね、はい、山本が勝ったらこの数字が逆になってたと思うけどね、うんうんうん、で2戦目、唐島と田島、なんて言うんだろうね、その田島キラーが住谷なんだよね、はい、うん、で住谷を7番 DH プロ入り初めて DH に使うんだよ。はい、そうです ね、 ね、で GH に使った結果が3-3だったんだよ、うん、でも試合は負けたんだよね、うん、これはなんていうの、 DH で使うんだったら7番じゃなくて5番とか、うん、6番とかに使っちゃえよかったのよね、うん、まあ、確かに DH というとね、うん、こうそういう役割っていうことですもんね。ですごい相性がいいんだよ、やっぱデータ的には8-6ぐらい打ってて、うん、いやそれだったらそれをその数字を信じてやっぱこうクリーンアップを置きゃいいのになっていう、うん、で住谷が打っても次8番9番だからさ、うんうん、そんなに繋がってこないんだよね。なるほど、うん、だからそこら辺の打順の組み方を失敗したなっていうふうに思ったのと、うん、オリックスの方は3番に入れた中川、うん、はい、紅林、うん、この若手2人がすごく良くなってきてるよね、うんうんうん、だから打点も上げるしさ、非常にチャンスメイクもするし、うん、っていうところで、うん、まあもう少しベテランが頑張ってほしいんだけども、はい、あの中川、紅林非常にいいですよ、うん、まあ、その活躍が勝ってね、はい、まあ、一勝一敗になった、うん、で3戦目、はい、で藤平という和ゲスバック、
はい、まあ、藤井ら久しぶりに見たけどさ、うん、まあ4回4四球ということでさ、うんうん、やっぱ制球がね、まあ、この試合勝つわけだけども、はい、まあ、辰巳とか、うん、鈴木大地の、まあ、4安打とかでね、うんうん、まあ、勝利はするんだけども、まあ、4回4四球こんなにフォアボールを出すピッチャーだったかなっていう風な、うん、まあ、少しねあれだったんだけども、はい、ワゲスバック、うん、あのこの前よくて、うん、で、まあ、失策があったりだとか、まあ、いろいろしながらなんだけど、はい、あのなんていうの、まあ、落とす結果になったというね、うん、でもまあ藤井が投げれるっていう風になってくると、はい、また楽天の投手の層は厚くなってくるし、うんうんうん、まあ、楽しみなピッチャーでもあるよね、うんうん、でひょっとしたら投げさせとしてトレードもあるんじゃないかなっていうような感じのもするんだよね、まあ、ちょっとこれは分からないけども、はいはい、予感、まあ、投げれますよみたいな、全然投げれますよみたいな、まあ、そういう品評会じゃないけどまあそういうことじゃなければいいんだけどね。はいはい、はい、でロッテソフトバンク、はい、ね、ロッテは1戦目ロメロ、うん、ソフトバンクは石川、まあ結局ソフトバンクに延長で負けるわけだけども、うん、そのソフトバンクで使ってた増田、うん、これがホームランね、プロ以来初安打、はい、初ホームランをロメロから打ち、うん、ね、延長になって川瀬か、うん、川瀬が、ゲレーロから2点タイムリーを打つというね、うん、非常に若手が躍動したのと裏腹に、うん、まあ、ロッテの方は、まあ、安田4番が3三振とか、うん、山口が、まあ、2三振とか、うん、非常にこう若手を対象に見た時に、もうソフトバンクの若手の方がこう思い切りがいいし、うん、生き生きしてたね、うん、まあ、それとその試合で甲斐が復帰を果たすわけだけども、はい、待ってましたというところですね、うん、やっぱチャンスを広げられなかったっていうのは、うん、まあ井上誠也が8回にワンアウトから出てって和田にダイソー、和田とチェンジするんだよね、はい、ダイソーを送られる和田、うんうん、まあ、走るかなと思ったら走れないんだよやっぱり、うんうんうん、まあ、1回怪しい牽制球があったんだけど、うんうんうん、はい、まあリクエストにもなってね、うん、でセーフになって、だけどやっぱそっから走れないんだよ、うん、まあそれはやっぱ松本だったんだね、はい、ピッチャーが、はい、クイックもさることながら甲斐、うん、の肩、うん、もうそういうこともあって、うん、で際どい牽制もあったりとかして走れないんだよ、うん、でチャンスを広げることができなかった、うん、で9回は荻野が出た、うん、まあ、当然走るだろうなと思ってたんだけど、まあ甲斐の肩もあるし、うん、だから早く飛び出しちゃったんだよね。そうでしたね、で牽制でアウトになるという、戻れずということで、はい、やっぱこの1戦目は感じたのはやっぱ甲斐の、うん、なんていうのかな、復帰は大きかったなっていうふうに思うのと、うんうん、やっぱこうロッテの生命線である中継ぎ陣、ゲレーロがやっぱこうあの155から7とか投げるのに、うん、あの高めを牧原と川瀬に打たれてるっていうことは、うん、そんなに速くないのかなっても感じちゃうしね、うん、だから、まあ、そこら辺ちょっと、ゲレーロっていうのもちょっと心配だし、オスナっていうのが、うん、1戦目にデスパイネに同点ホームランを打たれた配球を見てるとさ、うん、一発だけ避けなきゃいけないのにインサイドに首振っていって、うん、甘い球でホームランという、うん、まあ、インサイド突っ込むのは別に構わないんだけどもさ、はい、やっぱりあの一発を下げるんだったらやっぱ外の低め、うんうん、まあ、これが一番良かったんじゃないかなというね、うん、だから佐藤俊也が一生懸命リードしてたんだけども、はい、まあ、首振られてもそこら辺は佐藤が意地張っていやここ絶対ここっていう風に、まあ、なっても良かったかなというね、うん、まあ、そんな感じがします。まあ、2戦目は、うん、美馬と東浜、はい、ね、同じようなタイプで、うん、まあ、美馬が勝つんだけども、はい、まあ、中村、3番の中村、うん、2番に入った角中っていうのがね、うん、まあ、ベテランらしい働きをして、うん、まあ、勝ちに結びついた、はい、やっぱり東山をこれ角中を使ったっていうのはさ、やっぱ前日の若手が、うん、やっぱこうソフトバンクのピッチャーからなんかこう切り替え前してるしねだからまあ角中で勝負いって、うん、まあ、それが当たったというね、うん、だからまあ東山も2点に抑えたんだけどさ、はい、まあ美馬がそれ以上のピッチングをしたというね、うんうんうん、まあ、それで勝てなかったんだけどさ、は
はい、まあまあだからまあこの3連戦はこういうふうな形になった。はい、である程度予想通り、うん、予想外なのはっていうのは、はい、まあ、ある程度予想通りっていうのは、うん、やっぱ西武が、まあ、日本ハム、うん、ね、勝つだろうなっていうようなこともあったし、うんうん、で、まあ、楽天がオリックス、うん、これは予想外だったんだけどさ、うん、やっぱり山本がいて田島がいてっていう風になってくると、うん、まあワゲスパックも投げるしね、うん、最低でも2勝1敗でいくかなと思った。で楽天がちょっと状態が悪かったからさ、うん、まあだけどマー君が勝ってくれたっていうんで、うん、まあ、ちょっと流れが変わってくるかなというね、はい、いうことで、ロッテソフトバンクはこう増田という若い選手がいきなりホームランを打つとか、うん、川瀬があの157キロとかレフトオーバー持っていくとかさ、まあそういうのでちょっと予想外、予想通りなこともあり予想外だったのは、うん、まあ一番大きいのはやっぱコロナだな。もうそうですね、こう、うん、ね、最初に日本ハム加藤投手が発熱ということでコロナの陽性でまず離脱し、その後にやっぱりこう出なければいいなって思うんですけど、うん、結構たくさんの人が ね、まあ、ね、かかってしまいましたので、うん、だからまあ西武も出てるしさ、うん、ね、ソフトバンクも出た、うん、ね、まあ、もうコロナが出たチームがやっぱこう落ちていったりとかするしね、うん、だから、まあ、セ・リーグの方ではヤクルトが苦しんでるようにね、うん、まあ、ヤクルトも徐々に戻ってきてるけど、うん、ね、ね、だから戻ってきたからって前回のパフォーマンスを出せるかというと別だからね、これね。だからまあできるだけかからない方がいいと思います、うん、まあ、その人数にも左右されてきますよね、まあ、はい、はい、ということで、はい、順位表をちょっと見ていきましょう。はい、はい、これはあのセリーグもね、あの試合があって変えてあるからね、順位が変わっているので、はいはい、そこもちょっと触れたいと思いますが、ね、はい、まずパリーグからですか。パリーグはね、西武が1位になりました。はい、首位浮上してきました。ねえ、ね、うん、西武ね、もう優勝を予想してるからね、西武は。まあ半先にね。はい、まあ、その後は言わないけど、うん、でソフトバンク楽天、はい、まあ、楽天がねちょっとずっと調子悪かったんだけども、うん、まあ、オリックス戦でちょっと頑張ったからね、まあ、ここら辺から調子を取り戻すかなというね、うん、まあ、感じがするし、うん、まあ、ロッテの方は俺は試合をずっと見てて、うん、4番の安田使うのは全然いいんだけどさ、うん、俺4番かなと思うんだよね、うん、6番7番ぐらいに置いといてやるともう少し楽にできるのかなっていうことと、うん、今から4番の重責を与えるとやっぱり優勝したいわけでしょ、ロッテなんて、うん、でロッテなんて優勝できるあのメンバーもいるしさ、うん、でそうなってくるとそこの4番を任して重圧をかけるよりは、うん、4番って他にたくさんいると思うんだよね、あそこはね、外国人がしっかりすればいいんだけど、うん、だからちょっと安田の4番では他の4番から比べるとやっぱり弱すぎる。他の球団と対等にできるぐらいの素質は持ってるよ、安田っていうのは、はい、うん、ただまだ早いんじゃないかなっていう気がするよね。はい、で、まあ、オリックス、はい、ね、日本ハムなかなか勝っても縮まってこないね、うん、まあ、うん、広がりはしませんが、うん、ね、こう縮まりにくいですかね。ただ1位から5位までっていうのはすごいゲーム差が少ない中で、はい、まあそうだね、うん、まあ、3ゲーム 4.5 5.5 5.5 だね、うん、5.5 それだったらこっちの方がちょっと激しいけどね。まあそうですね。あ、また順位変動、西武が首位ということで、はい、この順位変動はセリーグもパリーグもこう試合が行われるごとに、いやもう目が離せないっていうよりもさ、うん、これ一つ下がったから一つ上がったからとか、うん、もう一喜一憂してたら疲れちゃうよね。ね、だからある程度一月単位とか、まあそうだな、ね、だからあと30試合ぐらい進んでいかないと形は見えてこないと思う、うん、まあ、まあみんなだから頑張ってるということだよね。まあそういうことで、はい、またお伝えしたいと思います。はい、はい、どうも。